ユーズアルファーイズ06は、韓国のパンテックによって開発された、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで、CDMA1X ィンタイオーストレート型スマートフォンである。製造型版は、プタイ06。au 向けアンドロイドスマートフォンとしては初めて、アンドロイド2.2フロヨを搭載したスマートフォンである。韓国。 SK テレコム向けアンドロイドスマートフォンである、ベガ MA650S の日本、ローカライズモデルにあたる。また AU のスマートフォンとしては、初めての Win ハイスピードにも対応している。ユーザーインターフェースは、AU 標準のものではなく、やや SC-02B に似たデザインと、オリジナルのデザインとなっている。発売が開始された2010年12月の時点では、 c メールの送信や au のスマートフォンで提供されているマーケットアプリ au1marketezweb.ne.jp のアドレスを使用した e メールは対応していなかったが2011年2月17日のソフトウェアアップデートにより c メールの送信とスカイプ au 及びジベが2011年4月14日の ソフトウェアアップデートにより ezw.ne.jp e b ne. のアドレスと au1 マーケットなどが利用可能となった au の端末としては初めてシムフリー端末となっているこのためグロパス対応版法人向けモデルの場合海外 CDMA 事業者の UIM を挿入して使用することも可能 PC サイトビューアーはないが PC 向けウェブブラウザと同等のアプリケーションが標準装備されている。2011年5月2日に法人向けモデルが発売され、ハード面、ソフト面とも従来のコンシューマーモデルとは一部異なった仕様が採用されている。具体的には以下の機能が挙げられる。対応プロファイルは HSP、HFP、A2DP、AVRCP、OPP、 プバップ、SPP ベッド、アプリのダウンロードが必要。対応フォーマットは、MP3、AAC、H264 ベッド、AU1 マーケットからのダウンロードにて対応。無線 LAN の環境下での送受信には、非対応法人モデルに限り、グローバルパスポート CDMA に対応。名番上、プタイ 06SKB、プタイ 06SWB となっているものが該当し、 プタイレイロックスカプタイレイロックスワとなっているものは対象外ありがとうございます。